悲しみの聖母スターバとマーテル FP148 は1950年に作曲されたフランシス・プーランクの宗教曲。ソプラノ読唱と混声語部合唱三冠編成の還元略によって演奏される。前年に亡くなった友人で画家、演出家のクリスチャン・ベラールを追悼するために作曲された。 当初はレクイエムを予定していたが、スターバト・マーテルに変更された。1951年6月13日、ストラスブール音楽祭で初演された。同年にアメリカでも演奏され、優れた合唱曲として、ニューヨーク音楽批評価賞を受賞した。プーランク自身は1953年のインタビューの中で、今から50年後に私が書いた音楽が、 なおも人々の関心を引くとすれば、それは、無弓道ではなく、スターバトマーテルの方でしょう。と語っている。12曲から構成されている。各曲のマが楽譜に指定されている。1、悲しみに沈める聖母は、涙に暮れて、トレカルム PP で終始。短い沈黙の後、アタッカで次のフォルティシモに続く2、嘆き悲しみ、苦しめる巫女の魂を、 アレグロモルト、トレバイオレンと早いテンポのまま、PP で終始。非常に短い沈黙の後、PP のアカペラに続く3、O、神の一人このトレレンと PP。短い沈黙の後、次の P に続く4、尊き巫女の苦しみを、アンダン T の PP のフェルマータで終始。アタッカーで次のフォルティシモに入る。5、これほどまでに嘆きたまいる。 アレグロモルトプレスティッシュも FFF で終始。長い沈黙を挟んで次の PP に続く。6、また、品種のうちに見捨てられ、アンダンテ第一曲の冒頭が改装され、PP で終始。長い沈黙を挟んで次の F に続く。7、愛の泉なるお母よアレグロミュートをつけたトロンボーンのクリスサンドで終始。短い沈黙の後、ホルティシモのアカペラに続く。 8、我が心がそのお心にかなうべく、マエストーソ PPP で終始。短い沈黙の後、次の P に続く。9、聖なる母よモデラートアレグレット PP のフェルマータで、終始。短い沈黙の後、弦楽器のフォルティシモに続く。10、我に、キリストの死を追わしめテンポでサラバンド PPP の、フェルマータで終始。アタッカーで次のフォルティシモに続く。 11、オートメヨ、審判の日にアニメイトレスリトメやダージョスビト、ホルティシモのフェルマータで終始。アタッカーで、PP のアカペラに続く。12、肉体が死するときトレカルム FFF で終始する。プーランク、オーデル編、千葉文夫役、プーランクは語る、音楽家と詩人たちちくま処防。1994年、無休道は1919 19年作曲のピアノ曲。 ありがとうございます。